花井です。さて今回はですね、前回に引き続きアーチェリーなんですけども、今日やるのはオリンピックだけじゃないアーチェリーのいろいろな競技スタイルをお届けしたいと思います。で早速なんですけど、アーチェリーね、ご存知の方は多分オリンピックを見てっていう人が多いと思うんですね。でオリンピックとかも含めて、こう外で、ね、平らな場所でやるスタイルを、ターゲットアーチェリーと言います、まあ、アウトドアターゲットとかと呼んだりもします。でその時使う的がですね、まあ、前回出しましたこれです、まあ、これ直径80センチありますといったこの5色的ですね。これを使っています。でオリンピックの場合、70メートル離れています。さすがに70メートル離れているとこれちっちゃすぎるということで、70メートルの場合はもうちょっと大きな的になります。これですね、直径122センチ結構大きいです。こんな感じです。こうちゃんとした的の高さにあるとね、大人の身長ぐらい上が行きます。でこの真ん中、あの色と得点は同じです。の真ん中、ここが10点になります。で、ここがだからちょっと大きいです。 12.2 センチ。大きいですって言ってもあれですかね、まあ、CD の大きさぐらいとかですかね。この大きさ10点で当てようと、結構シビアな大きさです。なんですか、本当に世界のトップの人はここにほとんど放り込む、ね、矢を当てることができるいうようなすごいレベルの高い戦いですね、世界で行われています。これがアウトドアのターゲットアーチェリーというものなんですけど、実はこの外以外でもですね、いろんな場所でいろんな形でアーチェリーの競技というのが行われています。一つはですね、室内で行われる競技があるんですね。大体日本だと11月の中旬ぐらいからですかね、3月の終わりぐらいですかね、まあ、いわゆる寒くなる冬のシーズンの時です。やっぱ外でやるのがちょっと、ね、寒くなるんですけど、その頃になるとですね、体育館とか室内で行われるインドアアーチェリー競技ですね、開催されます。でこれはですね、この外に比べて距離もすごく短いです。なんと18メートルですね、距離になります。なんですがその分的がものすごくちっちゃいです。でこれ3つ123って番号ついた形になっていて、でそれぞれのところが青色の半分までしかないです。まあ、これだから6点までしかない的になっているんですね。で、この10点のとかの数え方でしょ、19、8、7、6で6から外すと0点になるという、そういう的になっています。でここの大きさが4センチですね、10点になっています。でなんでこういう形の的かというと、やっぱり近い距離なので、まあ、出る人はバンバン10点に当てるんですね。で1回に1本とかじゃなくて3本とかね、アウトドアだと6本とかを一気に打ったりするんですけど、この18メートル近いところで3本も6本も打ったら同じところに矢が刺さって矢が壊れてしまうことがあります。なので1本1本打つ場所を変えるような形でこういうね、3つ連なった形の的になっています。まあ、ただその影響もあってね、1点まで作るとちょっと大きさがね大きすぎるので、6点までのサイズにしたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ちょっとこういうね、外のアウトドアとはちょっと違った距離、違った的を使ったですね、競技が冬の間は行われています。
そしてそれ以外にもですね、もう一個よくやられているのがフィールドアーチェリーという競技です。これはですね、イメージとしては、ゴルフをイメージしてもらうとちょっと分かりやすいかもしれないんですけど、ゴルフのようにですね、主に山の中とかですね、じゃあ一番のコースはこの場所からあそこにある的に向かって打ってくださいっていうようなコースが設定されています。アーチェリーの場合12個の標的で1つのコースという形になっています。で、これはこういうアウトドアとかインドアみたいな平たい場所ではなくて、本当にちょっと、ね、小高い山登った上とか、崖の下に的が設置されているとかですね、そういうですね、本当に自然の環境を使って、いろんな場所にですね、しかもいろんな距離で、的が設置されています。それでですね、フィールドの時に使う的というのはですね、ちょっと色が変わってます。こんな感じです。黄色と黒しかないという的になってます。これが、一番フィールドで使う大きい的なんですけど、これがですね、ちょっと数え方がまた変わるんです。この黄色の内側の線、ここがですね、6点になります。6点が満点なんです。ちょっと中途半端なんですけど、で外の黄色が5点、あと黒いところ、線の外に行くと、4点、3点、2点で、外れると0点という形になります。で、距離によって大きさがね、もうちょっとちっちゃかったり、これボロボロですけど、ちっちゃかったり、もうちょっと近距離になるとこうね、2つ組み合わせた形で、まあ人によって打つ場所を変えてもらうような形になったりとか、まあ、さっきのインドアと同じようなこうね、3つ連なった的があったりします。日本だとですね、まあ、この3つが、まあ、主に行われているアーチェリー競技になるんですけど、それ以外にもですね、このフィールドアーチェリー、さっきフィールドアーチェリーの標的が動物の模型になっているという 3D アーチェリーというものであるとか、あとはですね、冬の競技バイアスロンのアーチェリー版、スキーアーチェリーというですね、スキーでコースを回ってから、アーチェリーで標的を打つというそういう競技とかですね、もあったりしますという感じでですね、オリンピックのあの競技以外にも実は、まあ、オリンピックになってない競技ですけど、いろんな形でアーチェリーって競技を楽しむことができるんです。なので、ぜひですね、なんか一つこれ面白そうやなと思うのがあったら、なんかトライしてみてくれるとすごく嬉しいなと思います。では今回はこの辺で。バイバイ。